か山赤堀は、埼玉県久喜市小部区域を流れる河川である。上流域では水田などの農地の中を流下するが、幹線堀との合流地点により、下流域はおおよそ集落の縁に沿って流下する。かつては、勝部町下か山、勝部町芝山市合流域の北側、北方には、か山沼と呼ばれる広大な湿地が存在しており、堀上げ殿などによる、農業、 稲作が言われていた。現在ではこれらの掘り上げ殿は、補助整備や農地改良を経て、通常の水田などになっている。また、流末は、利根川水系元荒川へと至り、終点となる。流路の詳細に関しては、下記の流路説を参照されたい。香山赤堀という名称は、元荒川を挟んだ、甲野寿司、桶川市川に、 赤堀川という別の河川が流下しているために、その河川と、香山を流下する赤堀とを区別をするため、香山という言葉を冠し、香山、赤堀と称されている。このため香山赤堀は、赤堀とも称される。幹線堀と水路との合流地点付近には、桜が植樹されており、道地付近には、赤堀改修記念碑が建立されている。また、道地付近のか山。 赤堀製法に所在する神明神社の参道の並木道などにはかつての農村の風景などが比較的保存されている。加山、赤堀と元荒川の合流点。ありがとうございます。